ということで今回はこちらの全然名前出てねえからなんだこのゲームって感じなんですけど、ダゴンっていうゲームやっていきます。なんか一応ホラーゲームらしいんだけど、なんかゲーム説明文が全部英語で何にも理解できなかったんで、あのホラーゲームでなんかクトゥルフって知ってるかな、クトゥルフ神話みたいのが関わってるゲームだってことが分かった、それしか分かってないんですけど、とりあえずやっていきます。もうほぼ初見ですね。なんかね、 VR ダゴンは、HP ラグクラフトの作品をストーリーと世界観に焦点を当てて忠実に再現したインタクテーテルレベルなゲームです。ここでは難しい選択やアクションもなければ、お、難しい選択アクションない、これ完全に俺向き、持ち物を制限する必要もありません。持ち物を制限する、管理するって何、移動はストーリーに沿って進むことに制限、はいはいはい、オープンワールドみたいな感じではなくストーリーに沿って進みますよみたいな。このさ、 HP ラグクラフトさんの作品がもともとわからねえし、そもそもダゴンっていう意味もよくわかってねえんだけど大丈夫か。ストーリーと世界観に終点合わせてって言ってるけど、ストーリーと世界観わかんねえんだけど。 I am writing this under an appreciable mental strain since by tonight I shall be no more. 対処日もオッケーオッケーオッケー、私は過度のストレスの中でこれを書いている。というのも今夜には私はこの世から姿を消すからである。はあ、なんかめちゃめちゃ趣味悪い絵飾ってね。これ進めんの WSD 進めね。なんだこれ、縛り付けられてる系か、しかも視野が限られてる。なぜか左側そして右側に上限がある。こっち側向けないようになってる。首固定されてんのかこいつ椅子で。どういうこと、自害ってことですか。汚ねな缶、これ何、これ雨水がさ吹き込んでるってこと、それで漏らしたお前、汚ね。あ、そして洗ってないお弁当箱と缶缶、この缶食生活悪いな。あ、インタラクだから、インタラクティブってなんだよ。要素が用意されています。物語が進展するような要素もあれば、原作の短編小説、その歴史的背景、原作者の興味深い真実を知ることができる要素もあります。はあ、トリビアの中には隠されているものもあります。これらの秘密を見つけるには、集中してみて、古き印を探しましょう。はあ、これ、もしかしてだけど、コントローラーいりますか？コントローラーいりますか？おーおー、オッケーオッケーオッケー、コントローラーで、じゃあ、ごめん、やべえ、後半何も読んでなかった。進めねえけど、これ大丈夫そう？全然進めねえけど。ああは？ああ、なんか変なこと申し訳ない、今調べられたんだけど、勝手に。これ、何？無一文な上、なんとか人生を耐えられる手段だった。薬も切れてしまい、もはやこの拷問に耐えることができない。薬を飲むな！俺か？だから、この屋根裏部屋の窓から、荒れ果てた通りへと身を投げよう。は？は？どういうこと？いや、でも、は？私がモルヒネに支配されているからといって、意志が弱いとか堕落して、薬中ってこと？この乱雑に走り書きされた文章を読み終われば完全には理解できないにしても、なぜ私が忘れようとしたか、また死に急いでか推測できるはずだ。ごめんな、めっちゃ被っちゃった、お前と。でも、お前がさ、日本語喋ってくれねえから悪いんだぜ。だから文章を読めって言ってるらしい。でも読めねえよ、お前。もう身投げたんだろ。身投げたんじゃないの、身投げてない、こいつ。何をしたい、何がしてんのこいつ。で、これで視点、ズーム。これ何これ。あ、これでもズーム。で、これで調べるみたいな。あ、はいはいはい。モルヒネは19世紀に使用され始め、南北戦争。はいはいはい。セーラー戦争では、激しい痛みを緩和させるために日常的に投与された。また、はいはいはい。制限なしで、1914年までで制限なしで販売されていた。皮下注射器。1854年には、はい、モルヒネの人気はより高まった。この物質を分離した代理人者であるフリートリヒ・ゼルジュラーは、もともとはこの薬物を夢に関するギリシャの神、モル、あ、そうなんですか？モルフェウスだって、かっこよ。俺、ちょっと待って、いや、サブアカウントモルフェウスにしよう。モルフィウムと名付けていた。ダゴンが出版された当時、兵士の病気として調べられたモルヒネの乱暴、乱用は、ちょっとやばいやばい、薬使ってんのかって思われそう。あまりにも読めなさすぎる。すでに、米国で大きな問題を引き起こしていた。はーん。はい、すぐに読むこともできるし、メインメニュー。
機能をオフにすることもできます。あ、まあ主要わかんないんでいいです。完全に理解した。とにかくモルヒネってことね。これ調べられない。この丸がついてんのしか調べられないのかな。あ、スキップしちゃった。絶対、何、めっちゃ高速で書くじゃんお前。なんか震えてるよリモコン。自分の手が震えてんのかと思ったらめっちゃリモコン。ごめん黙るね。は？なんでいちいちさ、新ビルレイディベルレッシャーみたいなそう喋り方するわけ。何どういうこと。私が監督していた船にがドイツの襲撃艇の犠牲になったのは太平洋で最も広々としてあまり、はいはい、襲撃されてしまったと。でこれ誰してんな、自分してんな、ここに伝ってていいの。それってさ、実際ちょっともうちょっと駆け寄ってさ、あれはみたいな感じでやるんじゃないの。なんでこんなさ、ちょっと別妙に海岸から離れたところで監視してんの。スキップ戦なんかいこれ。はい、おーおー、撃たれたけど。これダゴンっていう結構デカめのイカが出てくるみたいな神話の話みたいな話だろうな。第一次世界大戦が始まったばかりでドイツ海軍がまだ、はあ、だから我々の船が狙われたのだ。しかし我々は海軍の捕虜として公平に配慮を持って扱われた。意外と扱いいんだ待遇よ。お前あれじゃん、待遇いい会社っつったら なんだ待遇いい会社なんてないよなこの世界に。フン族臭そう小学生じゃん。これ本当にあったら失礼なんでピー音入ってるかもしれない。中央アジアの遊牧民であるフン族はヨーロッパで支配権を確立し、西暦5世紀にローマ帝国に侵攻した。フン族は残忍で恐ろしい。はい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 、とにかく強いと、強くて残忍だと。で、残忍さを強調するためにイギリス人は、フンという言葉を、はあ、ドイツ人のことをフンと言った。はあ、ドイツ軍の人がスピーチしたのに起源してフン族にしたって。フンってなんか、ま、日本人だからいけないんだろうな。なんかフンだ。我々が敵に遭遇すれば敵は敗北する。時期など与えず、捕虜も取らない。我々の手に落ちるものは皆が降伏するのか千年前。アティラ王のもとフン族の名を未だに世に残酷な響きを持ってとろろからせているように、ドイツの名を同じように中国人に知らしめ、二度と舐めた真似ができないようにするの。はあ、何もわかんねえ。捕虜を取ることの拒否は1899年の初期のハーグ条約、結構なんかすごい抱き合ってる包容条約みたいな優しめの条約みたいな名前になってるけど、何、法律と戦争の習慣に明らかに反している。マジか、お前、あの 上のね、文が、フン族が強いことしか分かりませんでした。とにかく、フン族が強いらしいです。で、結構きれいめの夕日。これ、いつなんだろうな、朝かな。なんかね、いいね、うん、船乗ったことねえからさ、ちょっと憧れちゃうなっていう気分もありますけど、死ぬのかなって思ったけど、全然死なねえな、この老人。老人だか誰だか死んねえけど。ドイツ軍による捕虜の統制は非常に緩かったため、捕虜になって5日後に、当分の間持つであろう水と食料を持ち出し、小さなボートで一人でなんとか逃げおおせることができた。は？あ、これ誰の話してんのさっきから。ああ。とにかく逃げたと。で、僕真っ暗になっちゃった。これ夜だったんだな、さっきの。スキップすると。なんか落とさなかったもん。逃亡する、ようやく自由の身のだって漂流していたが、自分がどこにいるのか全くわからない。こいつやべえな。方位地震とか持ってけよ。航海士として特に腕の良くない。自分のことめっちゃ下げてる。太陽と星の位置からなんとなく赤道の南側にいるということだけを推測できた。すげえな。お前腕良くないって言われに割とすげえぞ。いや、それ普通なのか。緯度は全く分からず、品も海岸も全く見えない。お前誰なんだってか思ったんだけど、全然自分のこと、自分の名前明かさねえな。緯度は全く分からず、ああもう何も見えねえな。あー、これなんかね、 VR らしいんだけど、今別に VR つけてやってるわけじゃないから普通のゲームないよね。あ、めっちゃ明るいけど、めちゃめちゃあっち行った方がいいんじゃねって思うけど、進めちゃった。
天気は良く何日もの間焼けつくような太陽の下で通りすがりの船に拾われるか、人が滑る陸の海岸に打ち上げられるかを待ちつつ当てどもなく放流していた。死ぬだろ普通に考えて。飯どうしてんだよ。海水とか飲んでんのかな。飯は飯とか食わないタイプの人なのかな。結構断食系の人。死ぬだろ。No land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. 結構ちゃんと喋ってた。今まで全部無視してたけど意外とちゃんと喋ってんだな。しかし船も陸も現れない。無限大の海のうねりの中、一人絶望を感じ始めていた。死ぬからな、お前、普通に単純にかけて。でも帰ってきたってことでしょ。変化、勝って字めっちゃ難しくなってるけど。まあ、私が眠っている間に起こった。どういうこと？右手が急に寄生獣に寄生されて、右手が自分の首切り始めた的な詳しいことはわからない。でも、夢ばかり見ていて、ぐっすりと眠れたというわけではないのだが、ずっと眠ってはいたのだ。あ？お前、全然説明になってねえぞ、起きたことに対しての。おお！めっちゃええでるけど、どうしたお前。結構デカめのイカちゃんみたいなの出てきたけど、これマジで寄生獣だったパターン。右手からこれ生えてるパターンか、もしかして。ありえんぞ。あ、これ、キモ。ついに目を覚ますと、どす黒いネバネバした沼地の中に半身だった。タイガーだった。沼地は見渡す限り単調な起伏のように周りに広がっている沼地か、これ。ちょっと黒目の砂丘じゃないか、これ。よくヘッドサロンとか行った時に、この黒い布じゃねえ、沼みてえな、泥みてえな塗ってくださいねって言われて渡されるあの布、泥じゃねえか。なんで泥と布毎回間違えるんだ。めっちゃボートボコボコになってるけど。うん、鎮座してんね、座礁している。気持ち悪いな、お前、あの足の動き。波外れた、そして予期していなかった風景の変化に驚くというのが、最初の感覚だと思われるだろう。しかし実際は驚きよりも恐怖の方が大きかったんだよ。はあ、まあこれはビビるわな。というのも、体を芯から凍らせるような不穏な気配が、空気や腐った泥から漂ってきていたのだと。埋まっちゃってる感じかよ、これ。自分全然見えないけど。はあ、まあまあ、これ見た途端、嫌に気分になると思うけどな。腐った魚の死体や、言葉で言い表せないようなものの死体が果てしなく広がる不穏な泥の平野から突き出ている。周りのひどい悪臭は死体によるものだ。ああ、よくこいつ平気なままでいるな。ずっとうねうねしてんな、じゃあ。意外と臭いのに強いのかな。完全な静寂と公僕、さっきから字が難しいな。ただ無限の空間を言いようのない恐怖を言葉で伝えようとしても無理な話なのかもしれない。お前なんで急にポエムを言い出してんだ。音は一切聞こえず、結構聞こえてるけど、ネチネチ聞こえるけどな。一面に広がる黒い土の他は何も見えない。それでいて、まさにその完璧な静寂と単調な光景に圧迫感を覚え、吐き気を起こすような恐怖を感じた。お前さっきからずっと恐怖感じてんな。その割には結構頭の回路っていうか、頭ぐるぐる回って結構なポエム言ってるけどな。うん、あとベチャベチャ聞こえるぞ。あ、本当は急に暗くなった。さっき結構明るかった気がするけど、日暮れ始めてんじゃん。いや、割と見えるけど。うん、太陽が空から照りつけている。雲一つないその残虐な空は私にとって黒く感じた。結構白いけど、まるで足元のどす黒い沼地を反射しているかのようである。あんまりイカについては触れないんだね君。そしてこのアンモナイトみたいな、何巻きぐそみたいな、巻きぐそ逆から肩取りましたみたいなやつ、何あれ、何これ。ああ船か。音めっちゃ聞こえるけど、耳慣れみたいな、ASMR みたいな音聞こえるけど、乗り上げたボートに這うように乗り込み、この状況を説明する説は一つしかないことに気づいた。おお、なんか出てきてるけど。火山隆起により海底の一部が浮上し、死の海の深海に隠れていた領域がある。はあ、これが出てきちゃったってこと。これが海の底、怖っ。
海の底からボーンって出てきちゃったわけだ。いくら耳を澄ましても打ち寄せるかすかな波音さえも聞こえない。浮上してであろう新しい土地はかなり広大なんだろう。ラティフンディアみたいな空浮いちゃってるけ。これもしかして天空の城ラピュタラティフンディア過去地獄バージョンってこと。何を言ってんの。そして死骸を漁る会長もいないね。鳥ちゃんとかさ捕食者的な立場のやつがいる、まあ、あの奥のやつめちゃめちゃ気になるな。何あれ、ガノンドルフ腐っちゃいましたみたいな、ガノンドルフ過去沼に埋まってるバージョンみたいな。ドルフじゃねえんだよな、あれ。ただ、厄災ガノンなんだよな。何これ。